だけピンクを育てた人がいるんですけど、そうだね、なんかピンクも、はい、カボケ園でしたんですけど、その方もちょっとやめられて出品がないんですけど、昔ピンクが出ましたね。だからあるんですけどね。あ、これは販売がなくて、はい、カメラマンのための貸し履きしてるんですね。あのお祭りさんだカラカラに。でもそれ取ったら休校ができないのでカラスなまま棒棒になって、もうこれなんか大変だね。本当にそうです。なんかね、私たちより熱心なファンがたくさんいて、10時を待たずにしてみんな待ってますのでね。で、1ヶ月間何回も通われる方もいますし、